どうして一生懸命日本の悪口を言う日本人がいるんだろうか。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳長家でございます。ですね、この一連の音声動画においてはですね、日韓関係のことについてお話をしているんですね。なぜ日韓関係が悪いのか。でそれに対してですね、日韓関係が悪い理由というのは韓国が反日をするからだということをまあお話をしました。で、まあ、これがほとんど全てなんですね。で彼らが反日をするから日本側がそれに反発し日韓関係が悪化している。そして彼らが反日をする理由というのはそれが面白くて楽しいからだと。反日というのは差別であり、差別というのは面白いんだと。いじめは楽しい、差別は面白いというのは人間の本性なんだと。でその韓国というのはその日本に対して反日をすることが面白くて楽しいからそれをやっている。そして、権力者の人たちはそうすることが自分の求心力を上げることになるからやるわけですね。ではなんでそういうことをやるのかということに関して言うとですね、実は日本側にも大いな責任がある。それは良心的日本人という人たちの存在ですね。この良心的っていうのはもちろんその日本側から見てではなくてですね、韓国側から見て、韓国の観点から見ると、いわゆる反日韓国から見るとですね、日本の悪口を言ってくれる日本人っていうのは、まあ、彼らの観点から言うと良心的なわけですよ。で、まあ、日本側の観点から言うとですね、なんでそこまでして必死になってですね、その日本の悪口を言ってるのかなというふうに思うわけですけども、で実はですね、ここにはですね、日本のその戦後政治の中においてですね、まあ、非常にポイントになっている点があるんですね。それは何なのかっていうと、それは自民党がずっと政権を担っていることなんですよ。で、まあ、ご承知の通り、日本はですね、55年体制といってですね、1955年に、まあ、自民党というのは、当時自由党というのと民主党というのが一緒になって自由民主党ができたわけですね。それ以来、まあ、ほんの一時期を除いてほとんど政権与党を務めているわけですよ。今現在は2018年の2月ですけれども、安倍さんという方が首相をやっていて、まあ、安倍一強なんて言われてですね、非常に強い状態、彼らの言うところ独裁的な状態が続いているわけですね。で彼がですね、彼というのは安倍総理大臣が本当に独裁政権であり、本当にその、なんていうんですかね、国家権力を使って弾圧して、野党がその負けてるなら、これはこれで仕方がないわけですよ。仕方がないというかですね、彼らにも言い訳ができるんですね。安倍首相というのは国民に支持なんかされとらんと。ね、だけど、彼らは権力を使って国民を弾圧してるから、権力の地位についてるんだっていうようなことを言えるわけですけれども、そんなことないんですね。安倍さんというのは普通に選挙あって普通に選挙に勝っちゃってるんですね。であるがゆえに安倍一強という体制ができているんであって、それはですね、民主主義のシステムルールから言ってですね、全くこう疑問の余地のないものなんですよ。で逆に疑問の余地がない、もう完璧に勝ってるがゆえにですね、それに反対する人たちはえらい悔しいわけですよね。言い訳はできないわけです。民主主義のルールにのっとり、民主主義的な行動でですね、その安倍総理大臣は選挙に勝ってしまっているもんだから、もう悔しくて悔しくてしょうがないわけですね。で、実はそれは最近だけの問題ではないんですよ。昔からそうなんですね。事実、昔から自民党というのは選挙にガンガン勝ってるんですよ。まあ、安倍総理大臣と若干経路は違いますけど、昔田中角栄さんという方がいてですね、でこの方が、まあ、いわゆるその総理大臣やってですね、総理大臣時代は2年半ほどで終わってるんですけども、それ以外、その以降ですね、まあ、いわゆるその闇将軍というような状況になってですね、まあ、田中派という、まあ、巨大な派閥を率いて、まあ、キングメーカーとして君臨するわけですね。で彼は1972年から74年まで総理大臣やるんですけど、その後失脚するんですけど、その後ですね、まあ、派閥を率いてですね、1985年ぐらいまで10年以上にわたってですね、政界に君臨することになるんです。彼自身は実は自民党員を辞めたりもしてたんですけど、それでも自民党の総裁を選ぶときにですね、まあ、その彼が OK しなければ総裁になれませんなんてことを状態になっていた。だから中曽根総理大臣なんていうのは、そうやって総理大臣になったもんだから、まあ、田中曽根なんて言ってね、田中に中曽根を合わせて田中曽根内閣だとか言われたりしてたわけですよ。で、まあ、こういうような状況の中において、まあ、負けてる方としては非常に悔しいわけですよね。だからその怨念っていうのはあるわけ。でその時に負けていた人たちっていうのが、まあ、野党よりもですね、実は与党の中にいた。でそれが、まあ、いわゆる今でいうところの安倍さんの派閥である清和会というところですね。
で当時、福田派と言ってましたけども、まあ、福田さん、福田赳夫さんという、まあ、後にその息子さんも総理大臣になりますけど、元総理大臣、この田中角栄さんが闇将軍だった時に、そうも総理大臣であり、まあ、この人はまあもう一期やりたかったんですけど、2年一期だけでこう闘争に負けて降ろされてしまったわけですね。まあ、そういうような人たちなわけです。でこういう人たちはですね、まあ、負けたがゆえに恩酬、まあ、恨みが募るわけですね。で、まあ、当時言われましたけど、核福戦争なんて言ってですね、核、田中角栄の核に福田の福って言われて。で、ちょっと自民党の話をずっとしましたけど、こうやって自民党の中にはですね、自民党の派閥で勝ったり負けたりするわけですね。で負けて恩酬ができて、まあ、恨みができて悔しいんだけど、実はそれによってある時は非常にこうそれを晴らしたりもするわけです。それは自民党の話なんですけども、実はあの野党の人たちっていうのはずっと悔しい状況なんですよね。恨みを晴らせる時はないんですよ。だってずっと負けてんだから。これ負けて負けて負けて、しかもそのずっと負けてるがゆえにですね、そのなんていうか、あの栄光の時代ってないんですよね。一時的に選挙に勝ったりとかするんですけどね。だけど選挙に勝ってるっても政権交代できるほどではないから、前よりちょっと増えたよとか前より減ったよとかっていう話なんです。で結局その自民党はその総理大臣を変えながらもですね、ずっと流れてきてしまったわけですよ。でこういう人たちって、ずっと負けてる人たちっていうのはどうするかっていうとですね、やっぱりこう何らかの他のことで補填していくんですよ。つまり他に楽しみを見出すんですね。つまり本来は選挙に勝って政権を担って、例えば大臣になりましょうとかっていう話になるんですけども、そうではなくてですね、そういうことができないわけですから、その末は博士か大臣かなんて言いますけど、その俺は将来は総理大臣になりたいとか言って布石を打つわけにもいかないわけですよ。だって絶対なれないんだから。じゃあどうするかっていうと、そこでやるのが悪口言うことなんです。だから彼らは一生懸命掛け合う森友だっつってですね、その足を引っ張るわけです。彼らは大臣やそういうその総理大臣やそういう人たちをクビにすることに生きがいを見出してるわけですよ。だから今一生懸命その税務長官かなんかをですね、その、まあ、承認喚問しろってやってますけど、まあ、誰かの首を取りたいんですよね。誰かの足を引っ張ることによって自分たちの憂さを晴らしたいわけですよ。それは彼らの生きがいなんですよね。だから彼ら野党議員っていうのはこういうもんで追及してやったとかね、まあ、昔国会の爆弾男なんていうような人がいましたけども、そういうようなことによって憂さを晴らすわけです。そういうことによってスポットを浴びるわけです。だから彼らは自民党なり政府の批判をすることに生きがいを見出すわけですよ。長々と日本の政治の話をしましたけど、実はですね、これが日韓関係のことについても関わってるのは、先ほど言いました良心的日本人、日本人でありながら一生懸命日本の悪口を言う人たちのモチベーションというのも実はここにあるんですよ。つまり野党議員がその自分たちがその政権与党になって自分たちのやりたい政策をまあ実行できないようにですね、その戦後の日本の中においてですね、学者先生だとかジャーナリストだとかその労働組合の運動家だとかそういう人たちっていうのはですね、自分たちの思った通りに世の中動かなかったんです。むしろ逆だったんですね。であるがゆえに彼らはその戦後の日本を憎むんですよ。本当ならばですね、自分たちの言う通りに動かなかったっていうのは自分たちが間違ってましたって考えればいいものを、彼らはそう考えないんですね。なぜなら少なくとも彼らというのはそういうジャーナリストだとかその学者先生っていうのは若い頃からエリートだったからなんですね。大体その大新聞とか大テレビ局とかですね、あの学者先生になる人っていうのはいい大学出てるし、まあ、まあ中学、高校、大学とですね、多分エリートだったんですよ。だからその朝日新聞とか入社できるわけですね。まあ朝日新聞の社員なんてのはエリート意識の塊ですからね。世の中そのバカバカで俺が世の中に教えてやるぐらい思ってるわけですよ。これは本当に思ってるわけですよ、本当に。でこういう人たちなわけですから、その自分たちの意見が通らないと、それは自分たちが間違ってる、俺たちは意見変えなきゃいかんなとは思わないで、世の中は間違ってると思うんですね。そして世の中を憎むんですよ、まあ、つまり日本を憎むんですね。
そんな自分の意見が受け入れられない日本はどうなってもいいみたいに思うんです。そうやって彼らは日本の悪口を一生懸命積極的に言うわけです。で、彼らはその特に日本を批判してくれる中国だとか韓国だとかにですね、積極的に迎合するわけです。そうして彼らのところに売り込んで、ね、その例えば記者会見の時にですね、日本政府はこんなことやりましたけどよろしいですかみたいなことを言うわけですね。で、そうすると、まあ、反日は国是のこう韓国政府とかはですね、それはけしからんみたいなことをボソッと言ったりするわけですね。で、そうすると翌日の朝日新聞とかの一面に、韓国は日本をけしからんと言ったーって書くわけですね。で、そうやってもう火つけていくわけです。そうやって日本を批判してくれると、ね、自分たちは嬉しいわけです。なぜならば自分たちの意見が通らない日本の社会、彼らは韓国が日本を批判してくれることを喜ぶんです。自分たちの社会、自分たちが受け入れて、自分たちを受け入れなかった社会、自分たちの意見が通らない社会、それに憎しんで、そういう人たちを、まあ、批判してくれるような存在、つまり中国や韓国に積極的に迎合するようになるんですね。それが良心的日本人の生きがいなんです。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、LINE アットのですね、アドレスつけておりますので、 LINE アットなんかぜひ登録していただきたいなと思います。こういうその良心的日本人というのがですね、日韓関係悪化させている張本人であるということをですね、ぜひお話したいなと思うので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。